都公園市は中華人民共和国支線省生都市に位置する研究市。生都市北方の山岳地帯の入り口にあり、民港が流れ、世界遺産ともなった、継承地で同郷の聖地でもある青城山がある。国家歴史文化名城にも指定されている古い町だが、2008年の川大地震では震源に近く大きな被害を受けた。元は岩県と呼ばれていたが、 世界遺産にも登録された旗館時代の水利施設、都公園にちなんで改名された。都公園は、生徒平原一帯の灌溉用水を取り入れる施設で、2000年間に渡り、四川省の広大な範囲を潤している。都公園市は、生徒平原の西北の園に位置し、北西部は、四川盆地の西部にそびえる龍門山脈という高山地帯になっている。地域は、 生徒平原と龍門山脈にまたがり、地勢は西北が高く、東南が低く、山地と丘陵が面積の65.79%を占め、平地や水面は34.21%である。平野部の最も低い場所は海抜592メートルだが、山岳部の最高地点は海抜4582メートルにも達し、 標高差は4000メートル弱と、高低差が非常に激しい。民港が、龍門山脈を出るところには広大な戦場地が広がるが、都公園市はその戦場部にあたる。南東の省都生都市までは48キロメートル。地域の東西は幅54キロメートル。南北は幅68キロメートルで、面積は1208平方キロメートル。戦国時代に、 真の植軍軍師を務めた李氷と李事郎の親子が二代にわたり建設した推理施設と公園の存在で名高い渡公園推理施設は民工が平原を出たばかりの位置にあり本流を二つに分けてうち一方から山を切り開いた水路を経て生徒平原一体を考えしているこれは考えだけでなく雪解けや豪雨などの増水時に対応した治水施設でもあり ダムを作らず分水するという手法でこの付近での洪水を防いでいる。民港は、洗浄地で6つに分流して農地を潤し、渡航園水理施設の分水する水路も、相まって一体を国葬地帯としており、添付の国と呼ばれる、生徒平原の繁栄の基盤となってきた。民港と渡航園渡航園市は、四川盆地の他の場所同様に、亜熱帯湿潤気候に属し、 年平均気温は24.4度で、冬も寒さは厳しくなく、四季ははっきりとしている。年平均降雨量は1243.8ミ、mm、リメートルで、5月半ばから9月半ばにかけての時期に雨が集中する。また、市域内でも、東南の平野部では1100ミ、mm、リメートル、西北の山岳部では1800ミ、mm、リメートルと、降水量に差がある。30年来の観測では、 都公園市の湿度は、生都市の各建築の中でも最も低い。また台風にはほとんど襲われない。都公園市は、伝説では夏王朝の時代に、シルベ公と呼ばれ、うが治水を行ったことに由来するとされる。戦国時代に、都公園が完成し、関と灌柄色の洞水口があったことから、岩県と呼ばれるようになった。今県釈名による説では、元代に、植軍大使を務め、 食の学問を盛んにした文を機能が焦げ子をうがって考えを行い、金関口と呼ばれるようになり、塔はこれに由来して関令権を置き、五色は関州に改め、名は州を廃して県に変えたとされる。別の説では、現在の県城はかつて関口と呼ばれたが、戦国の旗の植軍軍主李氷が都公園を、築きこの地から川の水を引いて、 軽減を考えしたことに由来するとされる。三国時代の職はと安すを置き、北州は近くに新条件を置いた。東大に両県は同公県と青条件に改名し、現代に合併して関州とされ、秋夜に関県とされた。1988年5月に国務院は関県を市に昇格させ、都公園市と改名した。都公園に至る門六街道。 ごちを管轄する。農業は稲作が中心で、工業は機械工業と水力発電が主である。稲のほかトウモロコシ、小麦、油菜を産し、その他には茶、漢方薬の材料、区は果物など様々なものが生産される。また、都公園と付属する古建築群、道教の聖地で自然の宝庫でもある青城山というに大観光地を抱え、 それぞれ世界遺産にも登録され、各国からの観光客を相手にした観光業も盛んである。険しい流門山脈には2000種以上の植物があり、四川西部の植物園の異名がある。またジャイアントパンダやキンシコウなど貴重な野生動物の保護区が設けられている。ありがとうございます。